どうも、伊集院光です。僕の前に座ってるのは、どうも、お天気のりです。そのお隣は、どうも、お天気ゴーです。あのさ、はい、ね、はい、僕の夏の五大ニュース、はい、それからお天気の五大ニュース、はい、合わせて10項目を、はい、まあ3回、もう元々3回の予定だったんですけど、はい、3回ないし、まあ4回ぐらいのポッドキャストでやるとしたら、はい、おのずからペース配分ってあるでしょ。何この4位の熱いで、最終的に毒蜘蛛おじさんなんかいない、いないおじさんの話をさ、伊集院さんじゃないですか。始めたのは俺だけど、そういうの綺麗っていねえよ、つって。そういうことなんですね。そういうのを河野和夫はできるんだよ。ただ河野和夫の太い客が全然帰んない。太い客が全然帰んない。もう4時になってもまだ帰んない、つって。で、あの、そろそろ帰ってほしいなって顔すると、フルーツを頼んじゃうらしくて。あ、まあね、で、また太さがバンバン太くなってるから。はい。コーナーも今回は今週は来ません、ね。なるほど。じゃあそんな中、はい。お天気ちゃんの、はい。第4位、ナンバー 4! のり、柔道を再開。来ました。始めたらしいね、もう。そうなんですよ。また柔道を始めまして。うん。やっぱり、でも、家から近いところに道場を発見したことが、まあきっかけなんですけど、うんうん、あれこのところに小さい柔道教室があるみたいな感じで、そしたら子供たちもいっぱいいて、うん、で、その、結構活気があるところで、で、家から近いからここで始めてみようかなと思って、うん、で、すごいドキドキしながら、もう本当は僕もやりたいですって、こう飛び込めばよかったんですけど。今ちょっと待って、今ドキドキするからの前に、はい、このポッドキャストでは伝わらないですけど、はい、一旦携帯のボタンを押す仕草をしようとしましたよ。ドキドキしてって喋りながら、はい、あの、折りたたみ式の携帯を開けてボタンを指で押す手前まで行ってやめましたよね。はい、なんすか今の。いや、その本当は、うん、あの、僕も柔道やりたいんですって、その道場に行こうと思ったんですけど、うん、ちょっと恥ずかしいなと思って、うん、まずは電話をしてみようと思って、うん、電話をすることが、その動きだっただけなんですけど。うん、あ、で、そのくだりいらねえなって言ったら、その電話をかけて、お話し中でしたみたいなくだりはいらねえなって、お前腕を上げたな。そんなことないです。そんなことないです。ありがとうございます。ほんでほいで。それで、尋ねたの尋ねたんです。頼もうと。うん、すいませんと。え、頼もうって言った頼もうって言ったね。今、柔道場だから頼もうって、なんか流れで言ったんだ。頼もうだったら道場破りみたいじゃん、なんか。ケジさん。言ってません。真人間になれよ。え、言ってガラガラっつって。で、あの、すいません。あの、斉藤と申しまして、うん、この度、あの、入門させていただきたいんですけど。うん。あ、どうぞどうぞ。まあ、子供たちしかいませんけどねっていう感じのおじいさん、60、70ぐらいの、うん、その、柔道界で、紅白帯って、うん、もうかなり上の有段者なんですよ。え、紅白帯ってそんなふざけたやつあんの？ありますね。ふざけてませんよ、怖い。それなんか、ケンタッキーとかに何かついてくる帯じゃねえよ。パーティーバーレルいっぺんに2個買った上に、柔道着で来るともらえるやつとかじゃねえの、それ。そんなんじゃないですよ。紅白帯だよ。紅白帯ってね、あれ。弱そうじゃん。あれは名誉です、名誉。4番ぐらいですね。まず、柔道の帯って最初は何色なの？白。白なの。はい。それはなんか、その、スワロフスキーとかで、こう、好きにつけたりしちゃいけないの。つけちゃダメです。あれは、白です。白で、例えば、好きなやつ、ピンクとか、そういうのが好きでもやっちゃいけない。まあ、ファッションショーとかだったら、いいんじゃないですか。ファッションショーその、柔道の。2011年のこの一番最新型の柔道着って感じだったら、うん、そういうのがあればいい。いくら先輩だからってそんなに甘やかさなくて。ピンクはダメならダメで。ピンクはダメです。ダメなの。ピンクはダメ。で、黒は初段。初段ですね。初段で黒でしょ？はい。次何色変わんの？で、ずっと2段、3段、4段も黒なんですよ。うん。5段までは多分黒だったはずなんですよ。で、黒で、そこは試合と型と、で、別れたりとかで、うん、型をするときは、もう、紅白帯になったりするんですね。先生方は。紅白帯は、もう、誰が、どう、試験を受けてもらうの？もちろん、試験を受けて。受かったら、紅白帯をつけていいんですけど。はい、相当難しいんですよ、難しいし、柔道歴も長くないといけませんし、はいはい、その指導とかもしてる。だから、現役よりも、ちょっと、もう現役を終えた方たちの。じゃあもう名誉職。はい。ちゃんと現役もしっかりやって。はい。その間になんかもう、そのなんていうの、不祥事とかもなく。そうですね。はい。ね、お前、神聖な柔道場で何やってんだなんつって。でも、ドクドクドクみたいなのもなしの。一回もなしの。なしです。まあ、あったとしても見つかってない。見つからない。見つからない。見つかってない。貴様武道館で何をやってんだドクドクドクもなしの。なしです。なしです。
まずなしですよ、はい。なしですけど、そんな感じで、うん、あの、柔道を続けてる人たちが、やる先生たちが、結構そういう先生がいっぱいいたんですよ。その道場に。すごいじゃん。なんか子供だけだと思ったら。はい。じじいつっても侮れないじじいが。侮れないじじいがいて、うん、まあじじいとか言っちゃってますけど、その先生がいらっしゃいまして、で、この道場だけでも45年やってるって言って。へぇー。すごいなと思って、ぜひ入門させてくださいって。この間さ、昨日か一昨日のニュースでさ、はい、すごい90何歳の女子柔道のおばあちゃんがさ、はい、銃弾みたいなのもらってたんだよ。はい、あ、これ銃弾ってのがまた、すごいんですよ。三船十段って方がいらっしゃるんですよ、柔道の世界に。うん。じゃあもう生まれた時に、お前十段になるだろうから、十段ってつけたんだよ。あ、違うなぁ。ちょっと待ってください、さん。ちょっと面白いですね。今の、ちょっと待ってください。フルネーム忘れちゃったパターン。フルネームただ忘れちゃったパターン。そう、確かに。でも三船十段って言われてる。三船十段。言われてる方なんですよ。もうみんなから言えば、はい、言えばもう三船十段って言えばあの人で、はい、逆にフルネーム忘れちゃうのも、ちょっと当然ぐらいの、はい、起きた館長みたいな、そういうことなんですよ。そんな感じ、そんな感じです。その方、だから十段ってなかなかいないんですよ。三船十段。で、ああなってくるとさ、俺らよくわかんないのさ、9段より10段強いイメージじゃん。俺らからすれば。はいはい、それは3段より4段が強いしさ。はい、そうするとさ、100歳近いんだよ、そのおばあちゃんだし。はい、198歳かなんかなんだけど、はい、そうするとどんどん弱くなってくるはずじゃん。そうですね。だからその、俺多分あのばあちゃん、怒られるかもしれないけど、あのばあちゃんより俺強いと思うんだよね。まあ、階級違うけど。バンさんと階級も性別も違うけど。年齢もね。年齢も違うけど。年齢も違うけど、俺の方が、今やったら俺の方が強くない？強いですよ。強いよね。でも90何歳で、10段を欲しがるあたりが、うん、やっぱその強さがありません？普通も90歳だったら、もう10段とかいいです私ってなるの。そういうの関係ないっつって、うん。まだ私10段欲しいですっていうあたりが強さを感じるんですよね。すごいことなんです。すごいことです、10段って。で、うん、日本でも、その、10段を取った人ってなかなかいないんですよ。もう10段ってなってくると強さもそうだし、キャリアもそうだし、はい、あとそれから、何すか？お前オリンピックのその柔道会場で何やってんだ、うぅトク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 ってやるもなしで。ずっと我慢してなきゃいけない。我慢ができる音。忍耐です。我慢。忍耐。オスの精神ですかオスね、今の俺の下りの中に含まれてるか、俺がなぜこんな下りを言うかっていうとね、俺が高校の時に柔道部に、はい、まあ、名誉がある T 君っていう柔道部の子が、はい、まあ、畳におちんちんをこすりつけて、甲骨の顔してるやつだった。こう、その思い出が多分全部今、柔道の例え話の中に侵入してきてると思うんだけど、はい、そういうのなしじゃないと、名誉、キャリア、はいはい、もちろんその現役時代の、現役って、まあ今も現役なんだろうけど、最盛期の強さみたいなの全部揃わないと、やっぱりその、何段以上って難しいんだ、はい、相当難しいんだ。で、9段までは頑張ってずっと続けてはいくんですけど、10段は一時期、もう、三船先生から、いらっしゃらなかったんですよ。あ、そう。10段っていうのを。それで、僕一回気になって、10段って、もう、存在しないですかっていうその先生に聞いたら、試験を、君10段って言える人が誰もいないんだよ、と。あー、なるほど。はい、あ。10段の基準を理解してる人がもう、いない。ちょっといないんだ。それで、僕の大学の、その、だから一番偉い名誉の先生が、10段を取ったってニュース、なんか話を久しぶりに聞いたのを、10段を取った。あ、じゃあもう10段は今、現存日本に、もうほとんどいないぐらいなんですよね。はい、で、その、話戻してさ、そのすごい子供のいっぱいいる柔道場行って、お前何やってんの？それで子供しかいない、まあ、子供も中学生、高校生も、ちょっといるぐらいで、うん、基本小学生が多いんですよね。ノリの実力だと、どこぐらいまでは余裕で、だってブランクはあるわけじゃん。本気の柔道のブランクはあるじゃない。小学生は全然遊びだろうけどさ。まあ遊びですね。中学生の強いやつとは？いや、まだまだ中学生には無理ですね。あ、大丈夫なの？はい。高校生の、じゃあ、高校の名門柔道部じゃなくて、普通のその辺の都立校の柔道部員だったら？都立校ぐらいだったら多分大丈夫ですね。じゃあ、ちょっともう柔道の推薦取ってるようなとこは？ちょっと卑怯な手使ってもいいんだったら全然まだいける。卑怯な手ってないけど。チンチンをピロピロンってやるやつ。始まる前とか、今俺の中で流行ってんだけど、高校野球とかでも、すごいおチンチンピロピロンっていうのだけは多分高校生できないと思う。すごい特待生でも。だタイムってかけて、ちょっとこうバッターの、多分俺がキャッチャーですよ、ね。すごい場面でこのドラフトかかるような特待生の日大三高の4番の子とかいるとするじゃん。はい、タイムってかけてピッチャーのとこ行くふりして横のとこおちんちんがペロペロペロンってやっちゃえば、多分1打席は打ち取れると思う。そうですね。そういうこと。そういうこと、もそれに近いですけども、そんなことしてませんよ、だって。おちんちんじゃなくて、なんか、技のかけ方とかでも、ちょっと嫌な顔するぐらいです。またかけられて、ああっつって。そうすると、あ、
先生ちょっとなんかこう、不機嫌になっちゃったかなっていうと、高校生とかはみんな、こう、消極的にどんどんなってくるんですよね。あ、なるほど。嫌な感じですね。そうです。その、あの、その畳の中全体に嫌な感じを、ああとか言えば。この人の試合を早くやめたい感じを作った上で、隙間を作れば、はい。ああ、いい戦法だね。とてもいい、いい戦法だね、はい。あ、っていうぐらいなんで、斉藤さんは、今何段なんですかって言われて、うん、あの、経験あるんですかって言われて、一応三段ですって言ったら、三段と、お、じゃあもう、ねえ先生って先生ちゃんざわざわ言い出して、ねえ、いいよね、いいよね、いいよねって言って、月謝はなしですって言われて、おなんかその、僕月謝なしで、入門してもら、させてもらったんですよ。それはさ、でも月謝なしっていうことは教わらないってことじゃん。逆に言うと、はい、もう教える人じゃん、それ。はい。お前教える人になったのじゃん。斉藤先生って言われてる。お前久々に柔道再開したら、はい、教わる方じゃなくて、先生になっちゃったの。先生ですもん。で、ちびっ子とかにも教えてるんです。教えてるんです。もっと弾けとか。へー。投げたら声出してなんていう感じ。やってんだ。やってるんですよ。でもちびっ子はお前のことをさ、お天気のノリだってのはこれが、すごい、うん、まさかその、なんていうんですか、そんなに僕笑顔にはいないんですよ。あ、やっぱ柔道の場所でのノリは、それいつものあのニコニコしてる、はい、ましてや小ボケ先生みたいなの感じじゃない。ちょっと違うんですね。畳の前で。でもその子供たちがこう見てるんですよ。うん。あれなんかあれじゃねみたいな。な、見たことあんねん。なんか見たことあんねんみたいな。うんうんうん、あっと。うん。バレたかなって僕思ったんですよ。なるほど、なるほど。確かになと。斉藤先生だけどね。その道場の中では斉藤先生だけど、はい、子供ってのはやっぱ分かんだなと。はい。で、子供があの、なんかその、みんなで来て、あの、斉藤先生、なんか、あれじゃないですか、見たことあるんですけど、みたいな。いや、参ったなと。おあの、お笑いの人、お笑いの、お人に似てるって言われませんって言われます。まあ、まあ、たぶんそこから来たら、まあ、まあ、そう、でもそれは。お笑いの人似てる。まあ、なるほどなと。上出来、上出来だよ。あの、ちゃん可愛いですよねって言われて。ちゃん可愛いですよねって言われて、私。もちろん、気をつけなはれやーって言っといて。本当に。じゃあ変な話。はい。でもそれだと道場の前だと、だうるさいってなるわけでしょ。でもなんかちょっと恥ずかしくなっちゃって、うん、あ、でもたまによく似てるって言われるんだで、もう変な。終わってんだ。終わってる感じですね。ああ、もうほら、あの、受け身の練習しろ練習しろみたいな。絶対帰りとか駄菓子屋とかやりながら、チャンさって言ってる。いや、もや斉藤先生とは言ってないと思うよ。僕実際チャンって言われましたもんね。チャン可愛いみたいな。すげえな、じゃあニックネームはチャン可愛いなんだ。チャン可愛いですね。複雑だな、お前。そうですね。斉藤先生、ニックネームはチャン可愛いなんだ。本当はお天気に乗りながら。で、仕事何やってんのって言われたから、あの、会社員ですって嘘じゃない。もうお笑いやってるって言いませんもんね。な感じだね。はい、でもさ、その、柔道をさ、どれぐらいでさ、俺よくわかんない。だって柔道を本格的にやってた時代からどれぐらいブランクあんねん。本格的にやってた大学4年生までなんで、うん、今、そう、10年ぐらいありますね。10年のブランクっていうのは、どれぐらいの期間でどれぐらいまで戻るもんなの？僕の場合、その、もともとが、力があったとかじゃなくて、柔道が得意だったタイプの選手なんで。俺なんかかっこいいよ。ちょっと腹立ってる。あんまり、でもあんまりその、力とか必要ないんで、全然大丈夫ですね。やってる感じ。小学生相手には一本も譲りませんので。どんどん来いっつって。どんどん来いっつって。で、高校生相手には雰囲気を悪い。雰囲気悪いですよ。あーっつって。やりづれなーみたいな。待ってよ、みたいな。その感じで出していくっていう。さあ、ということで、お天気の第4位が、ノリ柔道再開。じゃあですね、僕の第3位です。いいともに出た。おーいいともに、はい、笑っていいともに出まして、はい、で、あの誰を紹介しようかなと思った時に、はいはい、お天気もちょっと頭の中よぎったんですよ。はいはいはい、なんていうんですかね、こう紹介する側、はい、ね、僕が誰を紹介するかによって、なんか伊集院のって日頃誰と付き合ってんだみたいな、はい、こう誰とこう交流があるんだみたいな、そういうこうなんていうんですか。格を見られるようなとこあるじゃないですか。あ、なるほど、なるほど。その次に回した人の格によって、はい、あ、なるほど、あのあたりと付き合ってるってことは、伊集院もすごいね、みたいなことになるじゃないですか。はいはいはい、なんでお天気は読めましたドキドキ。伊集院さん、まっすぐ来ますね。まっすぐ今日は投げてくれましたね。あ、どれぐらいになったらお天気って言っていいのかね。いや、どうなんすかね。
逆に言うとどうですか？え？どのぐらいだと教えてほしいです。どれ？なんかああいうのもさ、その、逆に言うとさ、お天気って言って、いや、まだお天気さんはちょっとみたいな空気になるのも逆にお天気にとっても良くないじゃん。まあそうですね。だからちゃんと頃合いに、え、お天気さん、繋がってるんですかって言われたいじゃん、俺としても。はい、お天気さんが、いや、お天気さんと、はい、プライベートも結構仲いいんですよ。そうなんですかにならないとダメです。そうですよね。で、今回は、タンポ。くそすげえちょっと、同格の時期がある分だけ辛いみたいなのがある。すげえ出てる声、すごい出てる。でもちょっと面白かったのは、誰にしようかなと思った時に、一番最初自分の中で、本当に仲のいい友達を呼ぼうと思ったから、つぶやきか、浅草キッドかなっていう話をマネージャーに、はい、つぶやきか浅草キッドに、ぐらいしか俺いないんだけどな、みたいな。最近ちゃんと付き合って名前のある人、みたいな話したらマネージャーが、ですね、8年前に、浅草キッドから回ってきてつぶやきくんに回してますって言われて、あ、どんだけこういう関係が狭いんだよ。すっごい恥ずかしかった。8年経ってもその2人しか、8年前も多分その2人しかいなかったんだろうな。すごいっすね。で、8年経っても同じだったら、そういうわけにもいかないんでタンポポってなって。ああいう時に困っちゃうのは、最初師匠に回したかった。回す。一番名前があって、さっき言ったように、あ、そこ繋がってんだ、みたいな。そうですよね。しかも嘘がないところで言うと、はい、うちの師匠の三遊亭円楽に回すのが一番いいじゃん。はい。一番いいと思うんだけど、ちょっと引っかかるのは、友達の輪っていう言葉がすごい引っかかるな。なるほど。俺さ、楽ちゃんと友達じゃねえじゃん。言い方がほら、師匠言い方がもっと一緒です。あいつとダチじゃねえじゃん。あいつ言っちゃダメです。失礼ですよ、こっちの方が。だから、そういうのも変だなっていうのと、まあ、その、いいとものお約束っていうかさ、その、どこまでが世間的に、いいともってこういうもんですよね、どこまでが、オフィシャルにオープンできるのかよくわかんないけどさ、うちの師匠にもし回すとするならば、俺多分前の日にお伺い立てなきゃきついよ。まあ、なるほど、そうですね。要するに突然電話かかってきて、ってわけにはいかないから、はい、それもなって思うから、はい、結局タンポポになったんだけど、はい、したらなぜかタンポポから一人二人経由してうちの師匠に行ったんだよ、はい、びっくりですね。そうっすよね。なんかパネルでイリヒさんと並んでたんで、そうなんだよ。なんかその俺の次にタンポポ来てタンポポの次にアリキリの多分石井くんに行ったと思うんだよ、はい、でアリキリの石井くんだとツークッションぐらいで、はい、うちの師匠に回ってるわけなんかその気ま、だったら俺も忘れるね。出んだみたいな、俺からしてみたら、あんた出んだと思って。難しいの、うちの師匠とかも、本当に芸人、もうザ芸人だから、はい、あんな感じでいて、はい、すごく真面目そうでいて芸人だから、はい、めんどくさきゃ何にもやんないし、はい、機嫌が良ければ何でもやってくれるし、みたいなところあるから。ああ、なるほど。なんか帰って、なんかそうすると、その全部のパネル見るとさ、はい、師匠の上に俺いるからさ、ちょうど真上のところで俺いるのがなんか、また困りますね。ね、なんかすごい嫌でさ、今度楽ちゃんになったらちょっと謝ってくれ。いやいや、何言い方、師匠ですよ。師匠ですよ。そっちの方が失礼。え？もう時間ですよ。嘘ですよ。だから、じゃあ今週の分はもうこれで終わりで、残り、その、俺の2位、1位、それからお天気の3位、2位、1位は、はい、あなたの心の中にある。そんな終わり方ありですか？